はい、今日はですね、グローリーの GFR の20、こちらを動画で紹介したいと思います。はい、いつものようにですね、編集なしで、生で動画を撮ってますので、一切ですね、写真の動画の加工とかできませんので、一品もんで、間違いなくですね、この商品がお客様の手元に届くと思いますので、はい、じゃあ全体からちょっとずっと撮ってみたいと思います。はい、それではですね、ちょっと見にくいんですけども、ちょっと天候が悪くてですね、ここですね、ちょっとひびが入ってます。はい、致命的なやつじゃないんですけども、ここ交換するかですね、樹脂で固めたいと思いますので、この辺の補修はきっちりやります。はい、あとですね、用途的には現在出てる GFB の90とか80と全く一緒なんですけれども、ちょっと後でですね、性能の方をちょっと紹介しますけど、まずゴムですね、この辺のゴムもまだまだ摩耗はそんなに激しくないんですね、まだ全然使えると思います。わかりますかね。はい、消耗も全然してないですね。全然ってことはないですけども、まだまだ全然大丈夫だと思います。はい、あとこっちですね、はい、この辺もまだまだ状態いいと思います。はい、で専門の方にですね、一回ちょっとメンテしてもらっているので、動作的には間違いないと思います。はい、こんな感じになりますかね。はい、じゃあですね、ちょっと動作のチェックをしてみたいと思いますけれども、ちょっとですね、お札をちょっと混合で、作ってますので、ちょっとお札がちょっと少ないのでですね、こんな感じで、やってみたいと思います。でですね、この機械のいいところはですね、お札4金種を混合で数えられるということですね。整理はちょっとしないんですけれども、ちょっと一回やってみましょう。こういう感じです。まず1000円札がこっちに落ちてきます。で、こっちに1000円以外のやつがですね、こっちにストックされますので、こういう量で数えていけば、スピーディーに係数ができます。はい、じゃあちょっと行ってみます。はい、合計で2万4000円ですかね。見えますかね。ちょっと暗いんですいませんけど、こっちに1万円と5000円が入ってますよね。はい、これが終わったら今度ですね、リセットしてクリアしてですね、はい、はい、そしたら1万円が2万円分と、はい、5000円が2枚ですか、最後、クリアして1万円分、こういうふうにしてですね、合算していくのもできますし、枚数を10枚、20枚、30枚、50枚だったかな、あと100枚、200枚まで確かできたと思います。バッチ機能もついてますので、すごくですね、高性能で、係数も速くてですね、スピーディーな集計ができます。大型店とかでですね、おすすめの機械だと思いますので、ぜひですね、ご利用ください。あと最後にですね、これ異種検知機能がついてます。1000円の中にですね、1万円が入ってたりですね、またちょっと通常のお札と違うやつが入ってたりすると、こちらの方もですね、弾いてくれますので、はい、今日はですね、GFR の20が入ってきましたので、こちらを動画で紹介しました。ありがとうございます。